この超豊作の今季円盤買わねえやついる？いねえよな。どうもリクトレスというわけで、配信の時代と言われ始めて早数年、時代に逆行する円盤コレクターの私がですね、今回は今季2023年秋アニメを超豊作という中で、私が買う円盤についてですね、まあブルーレイとか DVD に関して、いつも私は正直な感想というのを話していきますので、今回は正直に、買う円盤を報告していきたいなと思います。よろしくお願いしますという、こうね、皆さんもね、まあ買う円盤とかぜひね、いろいろコメントまたお待ちしてますという中でですね、まあ、ほんと毎回こうやって動画はね、マイクール僕自身何を買うのかとかね、まあ、円盤裏切り動画とか、まあ、円盤もね、僕もガチガチのオタクですから、まあ、非常に円盤も大好きなわけで、そうやって買うとかね、なんか話してると、今の時代に誰が円盤買うねんとかね、円盤って買って何の意味があるんですかみたいな、買ってる人に向かって信じられない言葉がね、毎回並べられます。その中でね、まあ、これ毎回言いますけどね、前置きみたいなものだと思っていただければいいんですけど、まあ、僕もね、前期は結局買わないとか言って、まあ、買いましたよね、もう、ピッツ先輩噛みすぎて無職転生で、これさ、これ、今頃回復したんだけど、今頃回復したんだけど、これまあ、ルールですよね。これやばいよ、俺。もうぶっ飛ぶよ、今から無職転生ファン。わあ、まあまあ、あとはもう買った人しか見れません。これやばくないこれ。ね、やばい、すいません。見てください、無職転生。はい、っていうところでね。これ3000枚しか売れてないので信じられないっていう素晴らしい円盤なんですけれども、まあ無職転生ね、前期結局もう最後素晴らすぎて、当初買わないって言ってたんです、買いましたし、まあ春アニメですよね。前々期2023年春アニメもめちゃくちゃ円盤買っちゃいまして、3タイトルですね、僕やば、推しの子、ね、推しの子じゃねえ、こっち推しの子。これもう、この重装じゃ可愛すぎるんだろうね。で、まあ、U149 ですね。アイドルマスターということで、まあ、これ、電話も、まあ、今年もね、買いまくらせていただく。てるんですけれども、なんで僕が円盤を買うのかって言ったら、例えばね、まあ、これみたいなこの円盤の書き下ろしこのパッケージですよ。もうこれまずね、もう素晴らしいとか、やっぱね、こう作品への僕はやっぱ一番愛を表現するだと思ってるんです、マジで。円盤っていうのは少しでもね、こうお金いってほしいなとか、そういう思いもあるし、やっぱこう好きな円盤は手元になんていうの、このなんか所有欲みたいな、わかります？多分漫画とか実際単行本とか買ってる、僕も単行本とか買ってるんだけど、今電子でいいじゃんとかかさばるじゃんっていう人、なんか実際持ってるこれ、なんかすごいいいわけよっていうのもあったりとか、まあ、映像がね、ちょっと修正されてるアニメだって規制があって、なんか、エッチとかできないとか言っても、解禁されていたりとか、まあ、その映像だけじゃなくて、音とかもね、まあ、その、なんかいろいろ規制を、まあ、円盤ってそれも全部解放できますから、うん、っていうのも、ありますし、あとはですね、まあ、特典とかね、タペストリーとかね、まあ、ついてきたりね、まあ、この、こっちにあるのも、僕やばの特典でし、この僕の後ろにあるのもね、これも推しの子のね、まあ、タペストリー、実は先日も届いたばかりのね、ものを使ってたりとか、あとは本当、まあ、特典のね、例えば漫画とか小説とかこういうのがついてきたりっていうところで、まあ、いろんな特典もね、やっぱ充実してるっていうところもありますし、もうやっぱね、まあ高いですよね、やっぱり。今配信の時代と、うん、いうところですから、もう本当にまあ500円とかさ、Dアニメとかで毎月500円、年間でも6000円払えば、もうね、もうアニメどんだけ見れますっていう中で、あ、円盤っていうのはこれ1巻でもう、これだと1万3000ぐらいするかな。うん、だし、まあ、この推しの子とかで7700円とかで、これ6巻あるんですよ、アニメ1クール分で。全巻すると4万6000円とか、もうそういう感じなんで、それ、こんなん買ってんのかお前ってね、なるのはまあ、重々ね、わかるんですけれども。はい。っていう中で、ね、まあ、やっぱそれだけ今言ったようなね、ほんと円盤には様々な、価値がありまして、大変素晴らしいと、配信の時代といえどもですね、円盤は素晴らしいと思い、私は今もたくさん買わせていただいている中でね、まあ今日大変長くなったんですけども、これまあみんな円盤の魅力は分かって、今期もね、さあ円盤何買うかと、思ってると思うんですけども、ではいよいよ本題、もう今期、2023年秋アニメ、僕が買う円盤紹介していきたいと思います。今期まずね、買う円盤先んすですね。から紹介していこうと思うんですけども、今期私が買う円盤、なんと、ゼロ作品です。もう一度言います。今期円盤を買う作品は、ゼロ作品です。買わない予定です。すいませんでした。買わねえやつるとか言って、それ僕でした。すいませんでした。いや、もうこれね、本当に前期は金欠だとか言い訳してたんで
ですけど、前期はね、やっぱ2023年春3作品も買っちゃったんで、もう金欠ですっていうことを、まあ言ってたんですね。確かにそれ円盤的に15万ぐらい使ってるわけですから、金欠ですということにしてたんですけれども、まあ今期ですね、まあ前期は無色転生の円盤しか買ってないという中で、金銭的にはお前大丈夫なんじゃないのと思うと思うんですけれども、もう申し訳ない。もうこれね、今期は面白いのに僕意を捉えるつもり1ミリもなくてですね、これは今期に関してね、見てる作品、切った作品が動画上げたら、今期はなんか秋を、昨年の秋でさすがに、とかね、去年の春の方が、とかなんかいろんな意見があってね、意外とその今期、まあもちろん僕はめちゃくちゃ豊作だと思ってるんですけども、まあ前、いろんな黒と比較するとどうなのかみたいな意見もあるんですけど、別に、めちゃくちゃ豊作なのは別にいろんな余地ないと思って、やっぱ昨年の秋は凄すぎたんで、やっぱなんだかんだここが先に届かないなっていう感覚では今のところいるんですけど、まあまだね、ここから終盤戦残ってますから、まだわかんないんですけども、っていう中でね、僕がその円盤を買うレベルにハマる作品がないっていうことなんですね。やっぱ今今期一番面白いと思ったのは早々のフリーレンですけど、まあ、これ円盤買われてる人分かると思うんだけど、まあ、円盤さ、例えばさ、この春アニメで買った円盤見てみ？ちょっと違うと思います。ちょっと違うと思いません？ソースのフリーレンって。もう、すいません。もう、萌え豚なんです。もう、白状します。もう、正直にいつも語ってるんで、もう、ほんと言いたくないですけど、萌え豚なんですよ、僕。で、だからそれだけやっぱ異色だってわかるでしょ、これ買うのが。どんだけやばいかって。無色はでも、一気もね、全部買ってますからね。ちょうどあるかな。無色転生に関してはですね、もう一期全巻買ってるんですよね。で、まあ、こうやって二期も買わせていただいても、二期のような多分買うとこなんじゃないかなと思うんですけれども、やっぱそれだけやっぱ僕は無色転生は面白いと思ってるし、やっぱ激推してる作品なんですけれども、まあ、今回のね、その、二期に関しては、まあ、正直買う理由見えましたよね。後半見たらね。もう、後半っていうかその、まあ、6話、5話、5ぐらいね。まあ、ラノア魔法大学見たらね。まあ、フィッツ先輩見たら、もう、まあ、リクトが買うのを納得ってなったと思うんですけども。っていうのは、私の萌え豚なんですよね。で、早々のフリーレン、もうめちゃくちゃ面白いんだけど、僕ね、もうそのクール、例えばさ、そのクール一番面白いやつを買います。そういう人もいるじゃないですか。一番ハマったやつを買います。僕そういうタイプじゃなくて、別に面白さ的には10番だろうと、20番だろうと、円盤買いてえって。もう、これ何回も見、まあ基本的に一番の基準は何回も見返す。これが一番大事なんですよ。まあ、それだけやっぱ好きっていうことですよ。それだけその先に対して時間をたくさん使いたいという思いがあるものを円盤買うんですけれども、今期は申し訳ない。ないんです。申し訳ないです。もう見返してるやつも全然なくてですね。実は僕、馬娘2期をずっと見返してるんです。すいませんでした。馬もね、実は円盤2期がね、ここにね、あ、やばいやばい、大変だ、放送事故だ。あ、ちょっと待って、無理だ。ちょっと待って、大変だ。よっしゃ。はい、ね、今放送事故が起きたとこ見えたんでしょうかね。円盤こうやってたくさんあると、まあ、あとでちょっとメイト君で許してくださいっていう感じなんですけれども、ウマ娘とかね、これ人気は買わせていただいて、これ特典目やって僕何でもないですよ。僕ウマ娘アニメ勢なんでね。っていうところで、まあ、3期はウマもね、まあ、ちょっと買わない今のところ、予定なんですが、そう、まあ、やっぱその面白さのトップクラスにいるのか、僕がね、円盤を買う、いつもタイプじゃ正直ない。うん。で、まあ、フリーレンはその面白さ的には全然買うんですけれども、やっぱその、まあ、もっと燃え要素とか、やっぱ楽しい作品が私買うんですよ。何回も見返してくる。結構フリーレンってやっぱきつい、厳しい要素もやっぱあるわけですよね。こういうのは買わないかなっていうのが正直なところです。面白さに言いようと言われても何もないです。すいませんでした。はい。まあ、薬屋とかはね、まあ、薬屋も面白いんだけどね。なんかこれもっとおもろげで、まあ、買うかもしれないなっていう感じあるんですけど。で、呪術とか、まあまあ、さっき言ったように言うと、まあ、厳しすぎる。だから、進撃のファイナルシーズン。まあ、これは買うかもしれないんだけど、これ、まあ、今期って言わないと思うんで、正直。その、今期アニメっていうくくりで言っていいのかっていう感じがあるんで、進撃は買う可能性全然あるかなっていうところ、それだけすごいもん見せてもらったし、やっぱ完結へのやっぱ感謝。あれだけの素晴らしい最終回見せていただいたっていうところで、やっぱ進撃もね、結構きつい作品ですから、まあ、円盤は基本的に買わないタイプの作品になるんで、ですけど、まあ、無色転生と同じですよね。本当にもう別次元のというかね、面白さを見せてくれたのでやっぱハマったっていうところでね、まあ、進撃もやっぱね、もう無色転生は僕めっちゃ見返してたんですよね、もともとね。進撃はやっぱそういうタイプじゃないんでちょっとわかんないですけども、買う可能性であるよっていう、まあ公演だり映画みたいなタイプなんでね。そう、アニメのワンクールって揃えるとマジで3万4万とかするんですよね。でも多分進撃だったらまあ1万とかで多分揃うんで、そういう意味ではまず金銭的にハードルはやっぱ低いかなっていう感じですよね。あ、当初ね、やっぱミリマス、アイドルマスターミリオンライブとかね、まあ U149 買ってますから買うかもなとかね、思いはあったんですけれども、ちょっとやっぱ、シナリオ的にこれが厳しいかなっていうのは正直なところで、U149 はやっぱ本当に出来良かったし、あと100カノとかもね、まあいいんですけどね、そう、なんか、ちょっと行き過ぎた。
面白いですよ、別に、ね。先が思んないで、それ、今回の動画は別に、この先は思んないから買いませんって動画じゃなくて、おもろいんだけど、その円盤を僕は買う、そのとこに刺さらなかったというだけの話なんですよね。おで、百カノもそうなんですよ。なんかまあ、多分、癖が強すぎるんですね。だから見返して、こうなんか毎回、まあ僕一回買いってないタイプがいいかもしれないですけど、はい、っていうとこで、買わないし。で、まあ、こうとしてやっぱ星空テレパスとかもあるんだけどね。まあ、星空テレパスはちょっとギスが入るとかね。まあそういう話も聞いてるし。まあこれ全然買ってもおかしくないですけどね。まあもう一歩感はあるんですけど。まあわかんないですね。そういう最終回見てみてっていう感じですし。はい。まああとはね、あと買う可能性とか言ったらね、まあ買いとかめっちゃ余ってるしね。ドクターストーンがもうめちゃめちゃ面白い作品いくらでもあるんですけども。うん。カノカノね。彼女もね。僕一機円盤買ってますから。まあ、二機はさすがにちょっと、一機もなんかすごい勢いで買っちゃったんで、二機も勢いで買っちゃうのかもしれないですけど。これはもう最後まで、まあ、こう置きたいという。まあね、最近やっぱね、すごい円盤リクスは何買うのかな、みたいなコメントたくさんいただいてるんで、ちょっと今回こうやって動画上げてるんですけれども、もし変わったらまたね、動画上げますし、変わんなかったらもう別にこのままやりますっていうところでね。うん、スパイファミリーも買わないのかって話だったんですけど、スパイファミリーはね、もう一機の時マジ買うか迷ったんですよね。で、結局買わなくて、だから、一機買ってないのも二機も買わないよねっていう感じで思ってますね。だし、まあ、そうだね。まあでもそんぐらいか。まあなんかそう引き込まれ吸血鬼をね当初僕買うかなって思ってたんですけれども、なんかねやっぱ買うタイプじゃないかなっていうのが正直あって、やっぱあんまり目立ちシリアスがある先にあんま買わないんですよね、僕基本的に。やっぱ見返した上でこうずっと気持ちよく見たいわけですよ。キャー最高みたいな、ずっとキャーって。もうだから馬娘とかっていうのはそれだけやっぱ面白さのインパクトがやっぱあったっていうところなんですよね。無職店でもそうなんですよね。なんでやっぱこのストレスのある展開のある作品は意味わからんぐらい面白くないと、ほんと年間トップクラスぐらいの面白さがないとやっぱ買わないかなって正直あってですね。引き込みとかそういう意味ではね、そう惜しい線、いい線いってんですけど、そうなんか、あと一歩で買わないかなっていう感じですしね。はい。まあクオリティとかの面ももう一歩かなっていう思いはありますけどね。はい。っていうところで、まあ、かなりね、ちょっといろいろとね、当時は別に全然買わないつもりはゼロだったんですけども、買うつもりしかなかったんですね、今期。でもなんかいろいろと見てみて、やっぱなんか買うとは違うかという思ってね、やっぱもちろん、お金がたくさん、別に、決して安くないですよ。3万、4万っていうか高いよね、むしろめちゃくちゃね。っていう金額ですから、はい。まあね、もちろんそこは慎重に、行かせていただくと、別に僕はアニメをおすすめるとかね、いくらでもアニメをおすすめしますけれども、もちろん円盤を買うっても別次元のハードルがあるわけで、っていう中でですね、ちょっと今回は、買わない予定です。まあ、これね、なんだかんだいつもね、最後くっついていきなり買うとかなるときあるんですよね。もう本当にそんだけで、ね、親が俺も面白すぎる人、僕これ買うしかないわーってポチって買っちゃうみたいな、本当にあるんですよ。そういうのあるんで、絶対ゼロとは言わないですね。絶対ゼロとは言わないし、リキさんこの円盤買えみたいなのあったらね、まあ言っていただけたら、もう気がだんだんそっち向いてるかもしれないですけども、まあ残りね、まあその3、4話の出来で、もしかしたらっていうのはありますけど、まあほぼ、まあ買わないだろうっていうのをね、まあ、今回の、動画になります。はい。ほんとね、こんなに楽しんでて、豊作の今期で買わなくていいのかって思いもあるんですけど、じゃあ何を買うのかって言って、例えば、そのフリーレンを買うってなって、じゃあフリーレンを買うならこっちも買うかみたいな、なんかそういう感じになりそうのもあるんで、そう。まあ、買うとしたらやっぱフリーレンなのかな。まあ、やっぱ面白い時にやっぱぶち抜けてるなっていうのは思うんで、やっぱ辛いっすよね、フリーレン。めちゃくちゃ泣くじゃん、これもう。これ別に悪くない。目何も悪くないんだけど。何も悪くないんですけど、そう。萌えか。はい。ということでね。まあ、そうそう自分で言ってて嫌になってきたんで、やめたいと思います。はい。ということでね。まあ、皆さんね、まあ、僕みたいに、買う気満々だったけど、今期買わないって人もいると思うし、ね。買わないつもりの時やっぱね、めちゃくちゃいろんな作品あって、これ買うことにしたっていう人も、いると思いますしね。またね、今期の円盤売り上げガチ予想ですね。もう前期外しまくったんで、今期はマジで当てに行くっていうね、動画も出しますし、まあ、引き続き、円盤、今回買えませんけども、円盤売り上げ情報は出していきますんで、まあね、ぜひね、またそれもお楽しみいただけたらと思いますしね。皆さんいろんな基準で円盤選ばれてると思うんで、まあ、そこね、別にいい悪いなんてまずないので。この円盤を買ったから偉いとか、この円盤を買うのはおかしいとか、ないですから。はい。もうね、ほんと、みんなの赴くままにね、その作品への愛を叫んでいただけたらなと思います。はい。という感じで、今回ですね、今期買う円盤について、まさかのゼロ作品買わないというね、
話をさせていただきました。ご視聴いただきありがとうございましたというところでね、リクトさん何買うんだろうと思って楽しみにね、あの開始5分ぐらい見ていただいた方は本当に、申し訳なく思ってるんですけれども、本当に別にその今期は思んないとか一味もないんで、その点だけちょっとご了承マジでいただけたらなというところですし、まあ、今買った円盤見ていただいたらね、あそういうことかってなったと思いますんで、まあ結構ねやっぱなんだかんだめちゃくちゃ面白かった、その一番面白かったりとか買う時もあるんで、うん、まあ、そこはね絶対ゼロとは言わないですけれども、はい、というところでね、今回の動画は以上となります。まあ、もしね、また変わることがあったら、まあ、それは動画で、ね、報告させていただこうと思います。はい。というところでね、今回の動画は以上となります。ぜひね、また、引き続き円盤売り上げ動画とか、円盤情報動画、また、僕自身の個人的ランキング感想動画ですね。まあ、どんどん、まあ、今期めちゃ楽しんでますから、たくさん、まあ、動画もね、出らせていただいてますけど、引き続きまた、最後のラストスパート、まあ、今年もラストスパートということで、まあ、年間ランキングとかこの辺もね、含めてまた上げていきますんで、ぜひこの機に、チャンネル登録、高評価もしてください。嬉しいです。ということで、今回の動画は以上としたいと思います。皆さん最後のご視聴ありがとうございました。